14回目の出場となります。ここまで福岡大会5試合を戦ってきました。第1戦イタリア戦は3対0のストレートで勝利、第2戦ポーランドにはセットカウント1対3で敗戦、第3戦チュニジア戦はストレートで勝利、第4戦アメリカ戦は0対3ストレートで敗れ、そして第5戦アルゼンチン戦はセットカウント3対1で勝利。ここまでは3勝2敗2敗、勝ち越して広島ラウンドにやってまいりました。福岡大会が終わった段階で現在4位につけている日本チームです。この後の広島での成績ではもちろん十分メダルも狙っていける状況です。そんな日本チームのメンバーをまずはご紹介します。キャプテン8番柳田正宏、3番藤井直信、4番大竹一成、5番福澤達也、6番山内晃弘、10番リベロ古賀太一郎、11番西田裕二、12番関田正宏、14番石川祐希、15番李博、16番高橋健太郎、17番久原翼、20番小野寺大志、22番リベロ山本智弘、そして監督中垣内雄一。日本チームここまでの14番石川祐希選手、アタッカーランキング第2位、そして今大会がワールドカップデビューとなります11番の西田有志選手、アタッカーランキングでは第5位につけております。この両アタッカーにもちろん注目となります。そして20番小野寺大志選手、ここまではブロック部門6位となっております。ブロッカー部門で6位につけている地元 JT サンダーズ広島所属の小野寺大志選手のこの地元広島でのパフォーマンスも大いに注目です。ご期待ください。素晴らしいパフォーマンスで、はい、本当にもうみんなで取ったっていうね、印象がすごい強かったので、まあ、今日もそんなプレーを見せてくれるんじゃないかなですね。この広島ラウンドでの成績以下、皆さんのバックアップによる一体感、ここからの成績次第によっては、まあ、日本人も十分この2019ワールドカップバレーでもメダル獲得十分にいけるというところですね。この会場の皆さんの後押しっていうのが本当にマイケル鍵になってきますね。そうですね、今日は初日ですから、皆さん本当試合が始まったらもう最初から1ポイント目からもう大いに盛り上がっていただきたいと思いますので、はい、この後ちゃんと、みんなで一緒に一つになって応援練習をしっかりとしていきたいと思いますので、皆さんその日はぜひ大きな声を出して一緒になって、会場を盛り上げていきましょう。皆さんもうスティックバルーンの準備はいいですか？大丈夫ですか？そうですね、スティックバルまだね、空気入れていないという方はこのタイミングでね、ぜひともスティックバルまずね、会場の外に行ってるので動かないという人はね、今から行けば間に合うんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、まあまあ時間かかりますね、空気入れるのは、はい、今のうちに準備をしてパンパンとしてね、皆さんのスティックバルのノイズが選手たちを後押ししますので、ぜひ、この間に準備していただければというふうに思います。